フリンダースストリート駅駅はやら川に面している。フリンダースストリート駅は、オーストラリアのビクトリア州、メルボルンにある、鉄道駅である。フリンダースストリート駅は、メルボルンのメインストリート、スワンストン通りとフリンダース通りの交差点に面し、中心市街地に近接している。駅前は昼夜を問わず活気があり、大勢の人で、溢れている。メルボルンで、近郊電車を運行する。 メトロトレーンズメルボルンが拠点駅として使用している。一方、州内の長距離列車を運行する V ラインはサザンクロス駅をターミナル駅としており、中央駅としての機能はこの2つの駅に分散している。メルボルンではこの他に世界一の路線網を誇る路面電車をやらトラムが運行している。フリンダースストリート駅は1854年。 オーストリア最初の鉄道駅として開業した。メルボルンとメルボルン港を結ぶ鉄道の始発駅で、当時はメルボルン駅と呼ばれていた。木造駅舎とプラットフォーム1本だけの小さな駅だった。駅はフリンダース通りとやら川に挟まれた細長い土地に建設されたため、その後の駅の拡張に大きな制約となった。その後、利用者の増加に対応するため、 プラットフォームの増設が行われたが、それだけでは不十分となり、州政府は駅舎の建て替えを決定した。1899年に公募で駅舎のデザインが決定した。新駅舎はフレンチルネサンス様式の建物でスワンストン通りに面した部分にドームがあり、エリザベス通り側には時計塔を配置した。しかし、ゴールドラッシュから40年続いた建設ブームの 反動で税収が落ち込んでいたため予算が大幅に減額された。当初の計画では石材が使われる予定だったがセメントに変更された。このため外壁は全面的に塗装されておりカラフルな建物になった。またプラットフォームの大屋根も断念し個別の屋根に変更された。駅舎は1909年に完成した。ありがとうございます。